新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは小説が突然書けなくなる病、その第3回で思いつかない要素を洗い出せ。今日は先日ツイッターで突然パソコンの前で書けなくなったんですけどっていう、まあそういう話を見かけたので、これってこの間書いた本の何が何でも長編小説が書きたいって、もううんざりするほど書いた話だよねっていう、まあ、そういうことだったので3回に分けてちょっとお話をしてます。昨日おとといの話で、なぜその小説を書いてるときに突然書けなくなるか、おとといはそのパソコンの前で座って何も思いつかないときにはまずメンタル疑えっていう話をしました。昨日は作品の出来が悪くて書き続けるのが苦痛だから、だから止まった、そんな話をしました。で、今日お話しするのは、まあ対策っちゃ対策です。その書けなくなることにはまあいろんな原因があり、その対策があるということです。で、書けない要素というのを洗い出せと。あ、台本に思いつかない要素を洗い出せって書いてあるな。書けない要素ない？要素を洗い出せ。よくはちょっと。収録しながら台本直すなよ。というふうです。で、まあちょっとその要素を洗い出してみること大事です。で、行き詰まることっていうのはまず思いつくものはテーマが思いつかない、そしてストーリーが思いつかない、3つ目、登場人物が思いつかない。この登場人物が思いつかない、テーマっていうのは、まあその1、テーマが思いつかないっていうのは、意外とデビュー前の新人によくあるんですけど、テーマが何かよく分からず書きながら考える人って結構いらっしゃいます。それ否定はしないけれど、それやってると止まるよっていうことはあります。つまり自分がこの作品で読者に何を伝えたいかよく分からずに書いてるから、著者が分からずに書いてるものを、著者が何を伝えたいかよく分からずに書いてるんだったら、読者には何も伝わらないっていう、それはあるのでね。で、まあ、あとテーマとモチーフの違いが分からないとか、あと全体のテーマと章ごとのテーマの違いが分からないとか、まあそういうことが理由で、その止まるということがあります。あと、ストーリーが思いつかない。そのストーリーっていうところで肝心な、誰が何をする人なのか、話なのかっていうのが、わからない。つまり、主人公が誰なのかっていうのを書いてる途中で見失う。あと、メインになる人物が多すぎて、書き分けができなくなって、ぐちゃぐちゃになって行き詰まる。いつの話なのか、分からなくなっている。著者自身が分からなくなって止まる。どこの話なのか、著者自身が物語の舞台の場所について分からないことがあるから止まる。登場人物がなぜそんなことをするのか分からなくなるから、つまり
物語の動機というものが分からないから筆が止まる、登場人物が何をしたいのか書きながら分からなくなってしまう、つまり物語の目的が分からなくなって筆が止まるっていう、そういうような理由でストーリーが行き詰まるということ、これよくあります。で、今言ったものをずっと点検していくと、あ、どこで詰まってんだっけということは分かるようにはなります。それから3つ目、登場人物が思いつかない。これは厳密に言うと、その登場人物がそのシーンで何をやるかが思いつかないっていう、まあそういうことです。で、うちの講座の受講生でよくに話をしているのは、登場人物の履歴書を作りましょうと、実数の履歴書を作りましょうということです。これなんで必要かっていうと、そうやって作った人物が、出来上がった人物がそのシーンでどう行動するかがきちっと作っておかないと、登場人物がどう行動し何を考え、そのシーンのイベント次元だとかに遭遇した時に思いつかないので、だから書けないっていうことがあります。で、登場人物が思いつかない時、実の履歴書作り、使ってみましょうねなんていう時に、こうよくあるのが、その登場人物の氏名、名前の欄が埋められない、年齢の欄が埋められない。名前の欄が埋められないっていうことは、つまり名前というのは、その主人公の両親か、主人公を育てた保護者がつけた名前なので、そこに両親の意思がそこに働いているわけだ。で、そのことによって登場人物はどのような両親の環境のもとに育てられたのかっていうことが、そこで判明するんだ。で、そうした状態の人が、どういう環境で育てられた人なのかっていうことが、まず把握してなければ、これ登場人物の年齢にもよるけどね。で、そういうことが関係してくる。登場人物の履歴書の現住所が埋められない。学歴欄が埋められない。職歴が埋められない。この現住所が、登場人物の、この話すると長くなるな。これはもう読んでください。長所短所、喜怒哀楽が埋められない。っていうようなことを、その物語が、その登場人物にとって、人生にとってどういうポジションにあるかということが、著者自身が把握してないということがあります。一つの事件、殺人事件があったとしよう。その殺人事件があったときに、登場人物それぞれにとって、そのそれぞれの人生にとって殺人事件、目の前の殺人事件が、そのそれぞれの人生の中のポジションというのが、それぞれの人によってポジションが違うということを著者が理解していない。例えば、周囲のその野次馬にとって、目の前の殺人事件、人が死んですっ転がってたら、野次馬にとってじゃあそれで人生変わるかというと、変わらないよね。変わる場合もあるけど、変わらない、基本変わらない。ただ人が倒れてる、すごいもの見た、それによって登場人物の人生が変わるわけではない。目の前に人がすっ転がっている時に、それが自分の彼氏や恋人だったら、それはその残された遺族や恋人にとっては人生がそこで一変するよね。大きく変わる。それからその現場に居合わせた警察官だとかにしてみると、
とても大きな事件に遭遇し、仕事上大きな転換期を迎える可能性はあります。日本では殺人事件はめったに起こらないので、だから警察にとっても殺人事件というのはすごい大仕事です。で、そうするとそれに関わったということで仕事の大きな転換期にはなる。だけれど、その仕事の転換期と人生の転換期とはそこに立ち会ったお前さんにとっては違う。で、こうしたそこに加わっている人間のそれぞれのその反応やポジションについて考えていないから、それで登場人物がどう行動するかわからないから止まるというようなことが挙げられる。まあ他にもいろんな要素があるけれど、まあここら辺は挙げ出すと、一言で説明するのはこれ大変なので、これはもう僕の本読んで多岐にわたってますが、こういう、書けない原因っていうのは多岐にわたってる。ただ一つ一つチェックポイントを作っていって、つまりここ考えてなかったよねっていうことをが分かると、まあ、クリアできる問題ではあるので、まあ、意外となんとかなるものではあります。まあ、こういう自分の本の話ばっかりしとって、そのリンクが貼れないのは面倒なので、リンク貼っておきます。概要欄のところに貼っておくので、そこから、お近くの本屋さんで取り寄せてもらうのが一番いいんだけど、これがさ、新刊書店そのものが今ないとこが多いので、Amazon へのリンクも貼っておきますので、そちらからもどうぞということです。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。採用された方にはオリジナルグッズを差し上げます。ラジオネームとメールアドレスを書き添えてください。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。